はい、どうも、白滝です。今回の動画は明日更新があるので更新予想。それ損するかも、絶対にやるな、注意点。12球団の最終予想おさらい。最後に S ラン契約書であの選手狙っていこうかなと思います。明日7月26日、イベントとガチャが同時に更新されてメンテナンスがあります。月末でメンテナンスがあるときは、大型な更新が来る傾向なので、タイムスリップセレクション第4弾が更新されてくると予想。ガチャ内容を見ていきましょう。偶数弾は30連目 TS の選手1人確定、60連目自チーム確定枠がある内容で更新されてきます。次にイベント予想。奇数弾のイベントは2種類のみ。必勝アリーナ、バッティングトラベラー、この2種類しかありません。で、必勝アリーナの最終更新日が5月23日、バッティングトラベラーが3月27日。つい最近、必勝アリーナが更新されたので、明日、タイムスリップセレクション第4弾で、イベントはバッティングトラベラーが更新されてくると思います。明日7月26日のまとめ、イベント最終更新、3月27日のバッティングトラベラー、ガチャはタイムスリップセレクション第4弾、限定ガチャが、登場してくるときは通常の追加はありません。皆さんのね、予想、意見、ぜひともね、コメントに書いていってください。次に話していく内容が注意点について。注意点2個あります。1つ目、ガチャは引くな、最終日まで待て。5月23日にタイムスリップセレクション第2弾、必勝アニーラが更新されたんですけれども、その数日後にほとんどの方は予想していなかったと思います。イチローセレクションの情報が発表、去年と同じスケジュールで今年も更新されていて、8月の大型な更新情報がイチローセレクションみたいにタイムスリップセレクション開催中、途中で情報がね、発表されるかもしれないので、ガチャは引かず、必ず最終日まで待っていてください。まあ、本当にね、イチローセレクションと同じような感じで情報で発表してくるかもしれないので、ガチャは絶対に、最終日まで待ってもらって、欲しい選手がいる場合は、その後引いていってもらえればなと思います。8月に大型な更新来ると思うんですけれども、どういったガチャ、どういったね、選手が登場してきそうなのか、まとめた動画、こちらの方で話しているので、見ていない方はこの動画見終わった後、概要欄のリンクから飛んでもらえればなと思います。2つ目の注意点、偶数弾のランキングは、無課金初心者、豪華であればあるほど走らないでください。ランダムボックス廃止で周回ができない。育成もね、かなり難しくなっている。育成がてら周回する人が増加。その結果、ランキングが今年かなり熾烈になっています。タイムスリップセレクション第2弾偶数弾は少なくても500前後、多くても900前後で選択契約書ね、今まで獲得できたんですけれども、2024年のタイムスリップセレクション第2弾は1400エナジーほどかかりました。時間もかなり消費、エナジーもかなり消費するので、無課金初心者に関しては偶数弾絶対に走らない方がいいと思います。夏休みで走ろうとね、している友達やね、学生に伝えてください。偶数弾は走らずに、奇数弾の方へ走っていってください。偶数弾のセンター契約書を獲得できる人数が5000人、奇数弾は3万人、2万5000人も違うので、もしランキングをね、周回したいという方は、8月の奇数弾のランキング、周回していってもらえればなと思います。最終弾なので、強い選手、アーチスト、広角打法の選手が、もしかしたら登場するかもしれないので、もしランキングをね、走る場合は、偶数弾より奇数弾、こちらの方をね、ランキング、走っていってもらえればなと思います。絶対に偶数弾は走らない方がいいと思います。後悔だけはしないでください。26日タイムスリップセレクション第4弾来ると予想しているんですけれども、12球団の選手予想おさらい軽くね、見ていこうかなと思います。阪神はエグサ選手を予想、2022年最終更新でツーシームへ対ピンチを持っている、無課金初心者が累計とかでね、当たれば使える選手。阪神純正的には中継ぎはね、何人いてもいいので、スピリーグ上位狙いたいという方は中継ぎ枠で獲得する方いるんじゃないのかなと思います。
います。広島新規枠の先発高橋健選手を予想。年代は2001年30登板10勝8敗防率 4.27。 この年オールスター出場しました。いろんなね球種を持っていて、まあ、どういったねコナミさんが、査定をしてくるのかわからないんですけれども、広島は高橋健選手新規枠を予想。横浜は砂田選手を予想。中日2023シリーズ2登場していて、横浜は2022年シリーズ1最終更新、 TSA 登場してくる時の能力が2019年シリーズ1。こういったね球種を持っていて、特殊能力対ピンチ20丸24ホールとキャリアハイの成績になっているので、こちら TS のね背景 TS 仕様で登場してくるんじゃないのかなと予想。横浜純正にとっては対ピンチ20丸なので、欲しい方はいるんじゃないのかなと思います。巨人で予想したのが第4弾のアーティスト枠小久保選手。去年はソフトバンク、順番的に今年巨人で登場してくると思います。高い打撃能力でアーティスト、サードのガチオーダに入ってこないんですけれども、巨人純正で使いたい方、あとは初心者無課金勢累計で当たれば使える選手になっています。ヤクルト見ていきましょう。最終更新2022年の青木選手、称号でミート S にできる能力で、センター適正 B で広角打法を持っているヤクルト純正、こちらも初心者無課金勢、最近始めた方累計とかで当たればアベレージヒッター、広角打法、弾道は中弾道なんですけれども、高い打撃能力なのでセンター枠で使える選手になっています。中日で予想したのが新規の三塁手、そしてライドラ枠として高橋周平選手、 TS では未だ未登場で、登場してくる時の能力が2021年シリーズ1、弾道ラインドライブ、ミートから79、69、64、サードの適正 B で特殊能力片身打ち広角打法走塁、ラインドライブ広角打法という強い組み合わせになっています。ア・リーグの方になりまして、オリックスで予想したのが新規枠の中島選手、今年はオリックス枠で来るんじゃないのかなと。能力は弾道高弾道、ミートから75、69、58、限界突破すればファースト起用することができて超広角打法を持っている、オリックス純正で中島選手が使いたいという方は獲得する価値があると思います。ロッテで予想したのが未だ TS で登場していない荻野選手、最終更新も2022年になるのでこちらの能力で来るんじゃないのかなと。弾道中弾道80、82、称号でミート走力の同値することができるので、個人的にね荻野選手欲しいんですよ。リーグ枠がロッテねいないので、こういったね能力になっていまして、チャンスメーカー流し打ち回盗塁と、荻野選手はそろそろ TS で来るんじゃないのかなと思います。ソフトバンク内野手が来ていないので本田選手を予想。弾道低弾道で完全な走力型なんで、ゲーム的に使うのはちょっと厳しい選手になっています。純正向きの選手。楽天 TS の背景では未だ登場していない田中将大選手を予想。第2弾の金子千尋選手と同じような能力がね高い選手として登場してくるんじゃないのかなと。9位から82、84、84、ツーシームはこちらのね2013年は持っていません。24勝というねすごい無敗の金字塔、いやこれいつ見てもすごいね。24勝0敗、防御率 1.27。西武見ていきましょう。第4弾の星枠、新規選手として森友哉選手を予想。登場してくる時の能力が2019年を参考にして作られた2020年シリーズ1、ミートから82、76、72、高いね打撃能力になっている。ガチなことを言えばオリックスバージョンの方が強くはなっているんですけれども、西武純正来た場合獲得する方多いんじゃないのかなと思います。そして最後にチャム、こちらも TS では未だ未登場の宮西選手、登場してくるときは2020年シリーズ1、QEA、制球 A、リアタイでも使える2種スラーブを持っていて、特殊能力対ピンチ20丸、今年の宮西選手は対ピンチ20丸ではなくなったので、こちら獲得する価値がある、能力になっています。第2弾は高津選手、第4弾は西系でリアタイでも使える宮西選手が登場してくるんじゃないのかなと、皆さんのね予想、コメントで書いていってください。動画の最後になりまして、契約書引いていきましょう。チャレンジカップの 10% 分も T
DS シリーズが登場するときは、通常追加ないので、契約書を引いていきます。最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。今後もね、プロスペースの動画投稿するので、チャンネル登録と、ぜひともね、通知と、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ショート動画もね、出しているので、見てください。さあ、誰が来るのか、欲しい選手はね、左側に書かれています。とりあえず持っていない選手、かぶりだけはやめて、コルデロ選手 10% は不発。さあ、誰が来るのか、おー!ドスコイ!ドスコイ山川選手来ました。今話題の、いや、昨日のオールスターすごかったね。この動画の撮影日が24日になるんですけれども、いや、来ました、ドスコイ。いや、これ嬉しい。山川選手。さあ、ラストは誰が来るのか。池田選手、いいね。とりあえず持ってない選手、OK。いや、いいよ。